それがコンテストの順番が決まったんだけど、私一番になっちゃって、それでちょっと緊張しててごめんね。もう戻ろう。ステージを見られただけで十分だよ。また会えたのは嬉しいけど、どうしていつもこんなに危なっかしいのかな？そこにいるのは誰だ？私だ。ロスチャイルドさん、どうしてこちらに？事前にステージを見ておこうと思ったんだ。ですが、あなたは出場者ではなく審査員だ。スターズ杯は毎年テレビ中継が入るだろう。審査員も当然映る。ならばどの角度だと最もよく見えるのか下見をして当然だ。テレビ映りという芸術に対して私なりの敬意を払っているつもりさ。君たちはなぜここに？
ステージは最終点検中で立ち入り禁止だよ。コンテストでトラブルがあってはいけないからね。理事長、俺が彼女とその友達を呼んだんだ。彼女たちの意見を参考にするためにね。何にせよここへは立ち入らないように。それと君たち、そうだ、家まで送っていく約束だったよな。外はもう真っ暗だから女の子二人じゃ危ない。もちろん、こんなに暗くて俺が怖いんだ。さあ一緒に帰ろう。ようやく二人きりになれたな。お前にずっと聞きたかったことがある。正直に答えてくれ。船で貸した漫画読んだか？
そうか。どうだった？いや、あの漫画のダメな点は感情表現だと思う。いまいち主人公の恋愛観に共感できない。もちろん暴君さ、あいつ俺にそっくりだろう。気づかなかったか？でも俺はあれは単純な少女漫画じゃないと思う。ラブストーリーの描写はともかく、世界観が細部までよく練られている。背景はよく見たか？舞台は地球じゃない。全くの異世界なんだよ。それを言ってしまえばそうだが、でもあの漫画は牢獄の壁の模様や鏡台の装飾に至るまでディテールが本当に見事なんだ。そう、まるで作者自身が異世界に行ったことがあるみたいにな。あるいは行かずとも何らかの方法で目撃したかのように。光の当たらない場所に人物や建物がきちんと存在するかどうか、それがリアリティと下手な空想との違いだ。例えば今日のステージ、ライトは俺を照らしていた。でもライトの当たらない場所には理事長がいた。見えない部分にも存在する現実を多くの作家は描くことができない。この作者は異世界がリアルだと読者に信じ込ませるだけの力を持ってる。でもラブストーリーの出来は正直笑っちゃうけど。読んでる時はいつもこんな感じさ。
ここはお前のギャラリーなんだな。ちょっと覗いてもいいか。これをもらおう。気に入ったからさ。大切なのは俺が気に入ったかどうかだろ。この絵からは怒りのエネルギーを感じる。会議室の壁にぜひ飾りたい。魔除けの護符みたいだな。さて、そろそろ行くか。お前の絵もサインもどっちも大切にする。そんなに俺を返したくないのか？当然だろう。新刊のスケジュールを欠かさずチェックしてるんだから。でも作者が自由に書けることが一番だ。俺は一読者として物語の続きを待ち続けるだけさ。
また会えろ。思っていた以上に君は眩しい存在だ。
お嬢さん。お嬢さん、ここで絵を描いてはいけない決まりです。うるさいな。そこにいるのは誰だ？アイン様、お疲れ様です。実はこいつが。何を持っているんだ？待て。こいつらの足、速いぞ。入れ。書き終わってないんだろ？未完成のまま手放すなんて、画家としては悔しいだろ。
ただの脇役だ。言っておくけど、ここは誰が入ってもいい場所じゃない。それと、誰もが僕のピアノを聴けるわけじゃない。僕は高いんだ。なあ、なんでみんな集まってんだ？今日は年に一度の無料でアインが見られる日だからだよ。アインって誰だよ。新入生？何も知らないのね。ごきげんよう。どうもありがとう。先輩もアインさんの演奏を聞きにいらしたんですか？彼も今回のスターズ杯に参加するって聞いたから様子を見に来たのよ。彼めったに人前に出てこないし、人を寄せつけないでしょ。それに顔に書いてあるわ。
皆さんこんにちは。音楽サークルムジークスの部長ジョアンです。少しお時間をいただいてムジークスについて紹介しちゃいます。もっと上手く弾けるようになりたいかい？それならムジークスへ。もっとたくさん友達を作りたいかい？それならムジークスへ。アインと同じ舞台に立ちたいかい？それなら今すぐムジークスへ。入会届けください。ご機嫌じゃないか。今年もお前のおかげでサークルの入会届が全部はけたよ。そうか、それじゃ追加料金払えよ。ナイスコンビネーションだ。